浅上流宝の YouTube のすべドン、あ、来ました。ということでね、はい、もういきなりですね、あ、9月です、もう秋ですね。暑い夏もが過ぎ去って、まあちょっとね、台風とかも皆さん気をつけてくださいねということでございます。9月でございますけどね、はい、なんと登録者9000名、そして総視聴回数全部の動画、ショート、ライブ、アーカイブすべて合わせて80万回、ありがとうございます。イエーイ。戦いは数だ。いや、ね、ほんと9000名もね、登録していただきまして、本当にありがとうございます。もうね、年内1万名、そしてですね、年内総視聴回数100万名目指してるんで、なんとかね、見えてきました。ほんと皆さんのおかげです。というのもですね、これはなぜか、これはね、あれです。いい意味での誤算でした。まあ、先月の一番最初の週で、確かね、先月これ、50万回行きましたよーって言ってましたよね。50万回行きましたよーって。ね。ね。ほんで、8月の頭で7000名行きましたよーって言ったんですけど、これがなんと、もう見て、9000名と80万回。すごいですよね。もう、前回動画撮った時からもう30万回も、見ていただいて、2000人も、一月1000人ずつね、5月5000人、6月6000人、7月7000人、8月8000人のところ、8月9000人行きました。皆さんのおかげです、本当に。ねえ、ということで。まあ、ある方からショートがいいよって言われて、ね、ショートガンガンに上げました。1日ね、20本前後ね、20本から30本。ね、正確には15、6本もあるんですけども、消したショートもありましてね。で、結構ガンガンにいってたら、もう伸びる。で、私ね、実はこのショートでね、何をしたかったかっていうと、実は海外の人に見てもらいたかったんですよ。実は。がね、裏目に出ましたね。日本の方が増えました。だいたいね、1対4だったんですよ。これ日本の方が、1で、海外の方がね、海外の方がね、4名だったんですけど、今ね、逆になりましたね。うん。4対1ですね。80% が日本人で、20% が海外の人。こうなっちゃいました。ショート乱発したら。それでね、登録者がね、ほとんどの人が登録者の方が見てたんですよ、動画を。でも今ね、登録者の方がね、だいたいね、30% で、登録してない人が、70% 見てくれます。ということは、これまだ伸びしろあるんですよ。70% の人が登録してないのに見てくれてるっていうことはね。うん。この状態がずっと続いてます。前はね、パツパツやったんですよ。ほぼ 90% 以上、登録した人がずっとリピートして、10% が新しい人だったんですけど、ちょっと流れが変わってきましたよね。ショート。ショートやるとやっぱりね、新規の人に見てもらうことができる。うん。で、感じでこういう風になりましたね。すごい勢いで今ね、おかげさんで言ってますけどもね。もうそろそろあかんよ。なんでかって。もうバレたやん。クオリティ低いって。多くの人に、まさかみのクオリティ低いってバレたから、これもう、このまま続けてもガーンと数字落としていくと思うんですよ。今月はほんとね。うん。しかもまあ8月っていうのは夏休みなんで、子供たちもたくさん見てくれたっていうのもあるんですよね。まあそういう感じでこう言って、今ね、すごいね、日本の人がかなり見てくれてる。だからやっぱりね、海外の人に理解してもらおうと思って、見てもらおうと思ってやったのがショートがですね、逆に日本人を引き込んで、しかもこういう再生回数と、再生登録者を生んでしまって、良い誤算です。でも、私の作戦的には失敗よ。でも、グロスで見ると大成功なんですけど、登録者も再生数も増えて。いや、もうね、映って裏目に出ます。マジかよって。こういう風にやろうと思ったのに、こうなぜいかないの？なぜいかないの？それが難しいところですよね、本当に。いやー、でも本当たくさんの方が登録していただきまして、ありがとうございますね。やっぱりじわじわ、増え方がね、すごいなんか微妙なんですよね。こう増えたり減ったりしながら、ビョ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 ってで、ビョ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 ちょっとわずかずつが伸びてるんでね。まあ、登録者を買ってるだろうっていう疑惑をほぼほぼ、晴れたっていうかね。もう、まさがみちゃんはやっぱり登録者買って、噂が結構立ってたんですよ。もう再生回数が全然いってない。
ないのにね、登録者ばっかり増えてるから、あいつ絶対登録者買っとんで、みたいな。って話やったんですけど、もうね、じわ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 、この増えたり減ったりしながら、見てたんでしょうね、実はね、アンチの人たちとか、文句言うてるのが、いや、これ、このレベルは、勝ったんじゃない、勝ったら多分、バンバンとかね、1000人、1000、3000人、1万人とか、バンバンバン行くんやけど、じわじわなんで、もうじわ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 で行ってるんで、やっぱりな、勝ってないんだな、みたいな感じの疑惑。あとはね、相互登録してるんじゃないかっていう疑惑もあったんですけど、相互登録なんかできないんでね。だってこんなにおったら誰が登録してくれたかわかんないじゃないですか。だから登録してもらっても登録してあげれないっていうのがね、ありますよね。うん。まあ気持ち的にはね、登録していただいたから登録したいという気持ちはありますけど、それちょっとできないんですよ、もうこのレベルになるとね。本当に。もう、本当できないって感じね。うん。あともう一つの疑惑は、総合登録を自分のとこで、やらしてるんじゃないかって言ってるんですけど、あれ私ね、見てたらわかると思うんですけど、全員ブルージャケットにしてるんで、ライブとかね。視聴者さんが、リンクを貼ろうと思ったら貼れるんですよね。うん。だから大概のことはブルージャケットだと書けるんですよ。うん。登録者募集ですと言って書くのも、ただね、それをやっても、無駄っていうの、無駄なんですよ、私のとこでは。そういうことをやってないんで。だから、よーく見ていただいたら、あんまりね、たまにはいてますよ。ずーっとリンク貼る子。でも、ほとんどの人は、リンク貼ってない、コメントをバーっと書いてますよね。まあ、そこら辺を見てもらったら、相互登録もさしてない、相互登録もしてない、勝てないんだな、みたいな。うん、ね、これ、奇跡の9000人って言われてます。動画の質悪いし、なんか悪いこともしてんのに、なぜか増える。これはね、なんかみんな知ってます。これは何か。この謎ね、皆さんなんか、なんで増えてんのみたいな。なんで増えてんの？それはね、私が、カリスマだからです！カリスマ！カリスマ！カリスマ！そう、私カリスマなんですよ。だから増えてる。ということにしておきましょう。ぶっちゃけトーク、自分でもわかんないっす。ごめんなさい。ただやっぱりね、海外の方のコメント見ると、やっぱり笑顔が素敵だねとか、声が素敵だねとかね。やっぱね、こんなブサイクな男の中でも、男の中でも良いとこを見出して褒めてくれる人がたくさん。優しい人いっぱいいますよ、ほんま、うちの視聴者さんは。本当に恵まれてます。ありがとう。大丈夫なのかなと思って。で、9000人もいるけど、意外とアンチ少ないんですよね。ほんとごく一部。で、なんちゃってアンチってあるじゃないですか。だから、俺は YouTuber で、こういうね、物申す系なんで、文句を言う。それはね、アンチじゃないですよね。逆に言うたらそうですよね。私を応援してくれてるわけですよね。こいつはこんな、まさがみはこんな悪いところがあるんや！まさがみお前いい加減しろ直せって言ってるのは、私に対する、注意喚起ですよね。まあ、ほんまちょ、そう、そういうところもあるか、みたいなね。じゃあ、直していかなきゃいけないよね、って悪いところはって、やっぱ考えるんでね。いい影響を受けてる。まあ、問題は死ねんね。恨みで、このまさがみ、お前、万にしてやるぜって言ってる人は、ちょっとやばいですね。ちょっとやばいと思います。それ以外は、まあ、本当に、YouTube だからやるっていうのは、やっぱり、有名どころで柴田さんとかね。おいなになにってやるじゃん。あれはもう完全にああいう芸風なんでね。ほとんどの方が分かってると思うんですけど、たまに分かんない人に訴えられたりなんかしてますけど、そうなっちゃいますからね。私の場合は、まあ、やっぱ一つの、まあ、見てたら分かるじゃん。その人のずーっとのこの動画をずーっとないね、ライブ内にずーっと、この人はこういう路線なんだな、という話ですね。だからいろんな人を攻撃してるわけですよ。だから私だけじゃなくてね。うん。そういう人はいいんですけど、私だけを攻撃してる奴がおる。ツイッターで私だけを攻撃してる。お前やお前ええ加減せよ全部喋ってるからな、俺は。そのうち裁判するぞ。いやー、笑ってるとこ見たらまだ余裕なんでね。かかって今回って感じですけど。まあいろいろありますけど、まあこんな状態で本当ね、登録者9000名、総視聴回数80万名。あ、80万回ね。本当にありがとうございました。これからもね、頑張っていきたいと思うんで、ぜひともまさがみりほよろしくお願いします。そして月曜日は毎週ね、YouTube の勧めをやってますけど、毎週火曜日は YouTube
介してるんで、そちらの方の登録も忘れなくよろしくお願いします。ということでございます。それでは皆さんごきげんよう、まさがみりょうほでした。また来週会いましょう。